ザムトゲマインデ・アペンゼンは、ドイツ連邦共和国にーダーザク先週、シュターデ軍に属すザムトゲマインデである。このザムトゲマインデでは三町村が、行政業務を共同で処理している。このザムトゲマインデは、アペンゼン、ベックドルフ、ザウエンジークの三町村からなる。ザムトゲマインデ・アペンゼンは1997年に、シュターデ軍の自治体で初めて新たな自治体構造を適用され、 専人のザムトゲマインで長を選出した。ザムトゲマインでの議会は21議席からなる。議員の他に、専人のザムトゲマインで長も議会に出席する。赤字。左から右に突き出した甲冑をつけた腕、金のグリップがついた剣をまっすぐに握っている。アペンゼンには、基礎家庭学校と2001年に開校した新しい学校センターがある。アペンゼン基礎家庭学校は、 ベックドルフに文校を有している。ビーゲルゼンには、ホンザムトゲマインで南部を学区とする、基礎家庭学校がある。ギムナジウムに進学する生徒は、ブックステフでのブックステフで、南ギムナジウム、または、ハルゼフェルトギムナジウムに通う。アペンゼンで、最も有名な企業は、アイスベアアイス社である。ありがとうございます。